今日のご飯は野菜炒め、豚肉、チンゲン菜、春菊、それからこれはもやしとネギですね。うん、味噌汁とご飯で食べます。なんかね、調べたんだけど、チンゲン菜と菊菜はベータカルシン、風邪予防、美肌、がん予防、ビタミン C、抗酸化作用、カリウム、むくみ予防、カルシウムもあるんだって。まずいんですね。ではいただきます。うん、うん、そういく。あ、うまいわ。そういくうまい。鍋にしてもいいけど、炒めてもうまいわ。新年菜、これね、この部分ですよね。まあ、前回は肝の血管診断の出る前日だったんで、バカなことしましたけども、気分は手伝いました。野菜がいっぱいだ。うん、うまい。強引しますね。あの、舌がないから、ご飯を。うまく、うまく調節できないですよ。だから、よく気管に入るんですけど。春菊の風味がすごく立つ。おいしいです。まあ、結果検査もない。結果は
んの選抜定員ではなかったんですけども、まだまだ普段はできませんし、声がますます出にくくなっていますし、なかなか他人とは会話できない状態ですね。放射線治療で味覚をなくして1年ちょっと食べ物の味が何も分かりませんでした。何を食べてもまずいんですよ。本当にどこか粘土を食べているような状態で、まあ医者に行ってもそれは当然のことだから回復するまで待ちましょうと、このご飯なんか絶対食べませんですよ。無理無理。だからまあ食べることには感謝します。
あんなにまずかったご飯が今はもう大好物ですからね。魅力って変わるもんだなって思いましたよ。まだ喉が痛いんですよね。この咳込むのが嫌だな。スムーズが失敗しました。新会社にもそうした。
そば本当に野菜がギュギュしてる。こういうものを食べればいいんだな。もう少しいただきました。ごちそうさまでした。